今多くのものの値段が高くなっています。そんな中でも暑さ対策は欠かせません。暑さ対策グッズにそこまでお金をかけたくないという方におすすめなのが、コストパフォーマンス抜群な商品を取り扱う100円ショップです。肌温度マイナス4度、接触冷感シリーズ、涼しげなキャッチフレーズの商品が並ぶのは100円ショップダイソーです。大量に入荷し輸送費を最小限にすることなどでコストを抑えているといいます。川野店長が強調するのはお得感です。例えば汗拭きシート、使用価格安くても300円するんですけれども、こちら全て汗拭きシートは100円で取り扱いしております。そして氷と水を入れて肌に当てるとひんやりするアイスバッグは、通販サイトだとやはり1000円以上はするんですけれども、こちらも100円で提供しております。川野店長によりますと、100円だからこそ消耗品がよく売れるということです。その一つ、瞬間冷却パックを使ってみました。袋を叩くと中の成分が混ざり合って冷たくなるという仕組みだそうです。体感とサーモグラフィーカメラを使ってその冷たさを感じたいと思います。叩いて30秒ほどでサーモグラフィーカメラには瞬間冷却パックだけが青く映っていました。効果はおよそ10分続きます。叩くとすぐに冷たくなるので、長時間外にいる時などに役立ちそうなアイテムです。そして100円ではありませんが、今年のおすすめだという商品がこちら。うちならではっていうの商品ありますか？特に推している商品というのはですね、一番下のこちらの商品なんですけども、こちらですね、保冷剤ポケット付きの、扇風機になります。扇風機の背面に保冷剤を置くことで冷気が風に乗り風が冷たくなるという仕組みです。まだまだ続く厳しい暑さ、お得感のある商品を活用して乗り切りたいところです。